それでは2回戦第16試合先行風魔の小太郎高校スローム8小節日本勝負 Mr.P Ready Fight Yo 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 ほっねほっね俺がは強いけどがは言わない。 N ワード差別は反対、そんなのいらない。レップは関西でも札幌で万歳。上げに来たこのやり方分かってないらしいな。お待たせと条例がジャパニーズニンジャー分かってないなら俺はデルリンジャー。そこ殺しに来た来た来たキラーそこどきな。来た来たよりかは大阪の UMB に出た方がいいんじゃないかポーチャー。ただそれだけ来た来た来たライバルこいつはインマンインマン。You know sir ダセーネックレス。お前のラップの金のチェーンとシルバーチェーン切り刻む俺がシルバーズレイリー。お子ちゃまも調子に乗ったら首にゴールドチェーン。 I'm American baby yeah yeah。わかってね俺のダサいこのネックレス嫁が買ってくれりゃ全部がプレゼント。ただそれだけ MIC の真ん中に何があるかしっかり裏返し。そこが全く分かってないらしい。リスペクト忘れちゃヒップホップも台無し。いやヒップホップは台無しじゃねえ。お前は奥さんが北海道にいるから北海道にいたんだろ。俺は北海道じゃなくて東京に嫁さんがいるんだよ。それでも根を張って地元にいるんだよ。その覚悟がね、思考の錯誤がお前にはね、ただそれだけのバカけん、分かってね、バックボーン、バックパックよりもツーパックをレベゼン。それでは決めましょう、2回戦最後の試合となります。まずは先行、風魔の小太郎。後攻はスローム。まずは風魔の小太郎。それでは、陪審の皆様、先行が神、後攻が素で、レッツジャッジ。勝者、おお勝、おお、延長。わら勝つぜ、マイクを変わってもらって、シャトファカ。マイクを変わってもらいまして、立ち位置も変わっていただきます。先行、ここは入れ替わります。先行がスローム、後攻がフーマの小太郎、発射をせず日本勝負、ミスター B、レディー、ファイト。フーマの小太郎か知らんが俺は今日のカラスを殺しに来たぜ。喉を枯らしてもバイブス満タン、いつもの通り燃やしつくファイヤー。ただそれだけの話だこいつならば問題無用。いつもの通りの辛口豆腐で困ったらすぐに早口坊主になるだけ。俺さっきいつ早口したのかも全くわからない。裏では普通に喋ってたのにステージ上がってシャトファカ殺すぞこれ。調子乗んなよお前。俺のライバルが今誰が言っとんねんこれ。俺のライバルは別に誰もいません。今日は脱走以外に敵はいねえ殺すぜ。合奏は流行りまがい100本の足の前面だるボケが。ただそんな奴らには勝てねえっていうか打点と加点がちげんだよ。そういうところから分かってない。流行りのプロップスしか負けない。こいつはマジで最高富士子じゃなくて男で筋通す。よ無名は楽だな。有名な奴に知ってる情報言えば勝てると思ってんのか。全く分かってねえな。俺のキャリアの半分以上はここ第二の地元。それが全く分かってねえ。適当に抑えて俺に何でも言ってくればいいぜ。流行りにも乗れない。プロップスもつかめない。スキルもない。いいとこどこにあんだお前は。終了終了。それでは決めましょう。延長になりました。まずは先行スローム、続いてここ風魔の小太郎。まずは風魔の小太郎1ポイント。それでは陪審の皆様、先行が神、後攻が素で、レッツジャッジ。勝者風魔の小太郎で書き書お願いします。